特に同級生の出し物が心配でしょうがないです。はい、いつ結婚もうできるそうんだいうか。な その前に結婚できるんだ結婚できるんか。だか。はい、 じゃあここで1曲おそうです届けね。しましょうか。はい、次は私のセレクトでいきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、少々お待ちください。あれ、まさかのまた動かなくなったパターン。私の好きなチャットモンチーの曲をお届けしたいんですが、はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ曲紹介をお願いいたします。チャットモンチーでバスロマンスなんですが、あ、そうです。あ、そういうことですね。そういうことなんです。はい、なるほど。少々お待ちください。あれ、最近チャットモンチーハマってまして。ちょっと曲入れましょうね、はい、BGM。はい、ありました。あり失まし礼した。ました。それではチャットモンチーでバスロマンス。ということは、じゃああれをあコーれナーをで。コーナー。了解です。あ、そっかそっか、間違えましたね。 頭の中で交換しちゃいました。ええ、落ち着いていきましょう。はい、そっかそっかそっか。やっぱ音量差が大きいですね。音量差が、ああ。もしかしてこれかな。すごい、皆さんコメントたくさんありがとうございます。本当にありがとうございます。マスオさんが自分の結婚式の時何食べたか覚えてないって。ああ、いや、もう自分のあ、結でも婚式って相自当分の大結変で婚すよ。式はそうですよね。もうお酒もいっぱい出されるはずですし。松尾さんから、結婚してないからこそいろいろ言っていいんじゃねって。まあそうですよね。エコさん、メールありがとうございます。あ、そっか、メールも来てるんだ。タイゴさんもこんにちは。ちょっと一旦メール行っメールがて、いいですね。メール行って、でその後にその間に曲準備しておいて、で、コーナー行きましょうか。コーナー終わったら CM 入れましょう。メール、もしかしたら他にも来てないかな。来てます。読まないかな。読み込み中。 読み込み中が。いつの間にかお葬式の話になってるんですけど、ツイキャスが冠婚葬祭で、冠婚葬祭で、なるほど。結婚式の話中にお葬式はやめましょう。やばい。
三木彦佐藤さんとかも父親もか家族葬にしまったしましたかなとかうちのばあちゃんもそうだったな、ミッキーさんのお父さんだから結構早めに亡くなったのかな。家族葬とか遺族は大変とかいう話いや大変なお気持ちは分かりますよ、分かりますか。僕も結構いろいろ経験してますので、はい、まあでもね、そうなんですよね。あ、メール見れそう。あ、来てますね、エコさんからのメール確認しました、はい、ありがとうございます。まもなく曲は終わりますね、時刻は5時37分を回っております。サザンブリーズ金曜日トロピカルビーチから生放送でお届けしております。さあ、今週のテーマは結婚式となっておりますが、ここでメールを紹介していこうと思います。はい、お願いいたします。はい、進撃のめいちゃんさんからありがとうございます。マナミン&キャンさん、こんにちは。生放送お疲れ様でございます。めいちゃんでございます。今絶賛お仕事中ですが録音してあるので後ほど聞きますねということです。では今週のテーマ、結婚式の話。結婚式の参加人数ってすごいですよね。特に200人の参加人数の数。お二人は結婚式などで参加されたことがあると思いますが、最高でどれくらいいましたか。では楽しく聞かせていただきますねということです。お、じゃあさっき話した内容ですね。先ほどちょうど話したタイムリーな200人でも少ない方になるんでしょうね、おそらく。そうですね、うん、200人結構少ないですよね。ですよね。なんか300、はい、300がなんか普通ぐらい、まあ、ですよね。で、まあ、500とかいくとおーちょっとみたいな、はい、なんかあれいつもより多いなみたいな感じですかね、はい、ですよね、はい、うん、ありがとうございます。みーちゃんさんももしかしたらこの先もっと大人数の結婚式に参加するかもしれないですよね。そうですよね、はい、そうなった場合本当にうん、こんな結婚式挙げられる人がいるんだ、はい、うん、知り合えてよかったなみたいな感じになるかもしれないそれでは次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。はい、マナミン、ハローチロンピー、キャンチン、ハローチロンピー、エコダイル出すよってことですハローチロンピーってたまに言いにくくなっちゃうんですよね。そうですね、ちょっと言葉詰まりますよね、はい、エコさん新しい挨拶考えてください失礼だな失礼な失礼しました、はい、調子になりました結婚式の話。宮古にいるとき同窓の余興でさ、男子は胸にプーカーボール入れてブラして、スカート履いて軽く化粧してドリカムのあなたにサラダを踊った。うん、大受けして終わった後におっさんたちにお酌して回ったさってじゃあ後からやわお沖縄は余興も有名ですからね。そうですね、うん、まあ、余興本当にいつも何やろうかって考えるのは大変ですよ、はい、なんか余興に結構なんか命というかなんか欠けてる感ありますよね。いや、それ欠けますよ、うん、そこの評価って大事ですから大事ですか。大事ですよ。もうあっちになんか面白い余興やるやついるぜって。ああ、ね、職場でも話題になったりしますからね。余興のプロとか、はい、はい、粒マスタードさんそうですよ。結構なんかこの余興とかで話題になりましたよね、はい、うん、いや、もうもはやじゃあ結婚式のこの主役2人を抜いちゃうじゃないですか、うん、はあ、主役がね、うん、なんかまあ、うん、お月の人みたいになっちゃう場合もありますからね、はい、まあ、主役があのノリノリで余興やっても引きますけどね。まあそうですね、あのなんか、いや、いいんですよ、うん、はい、一緒に入ってやるんだったら楽しい雰囲気じゃないですか、うん、はい、例えば新郎が新婦に向かって愛の歌を歌うとか、はい、どういう反応したらいいんだこれみたいなそれはちょっと厳しいですね、結婚式の場で、はい、まあ、結婚式の場だからいいんですかね。いや、僕もやりたいんですけどね。やりたいんですか。やりたい方なんですけど、でもダメです。なんかあのやった友達を見たときに、はい、あ、こんな空気になるんだというね、はい、はい、それを見たときに、あ、はい、これは
うん、ダメなやつだと思いましたね、はい、皆さんいかがでしょうか見たことありますかそういった余興あるんですかね、見てみたい気もしますが、サプライズで新郎が歌う、はい、うん、いやあんまおすすめできません度胸のある方はぜひやってみてください、はい、じゃあ早速ですけど、はい、コーナー行っちゃいましょうかね、はい、さあ私のコーナー行きましょう、はいはい、マナーが行くのコーナーですはい、このコーナーも3回目を迎えました。私が個人的に気になったイベントやスポットなどを紹介するコーナーです。今回紹介するものが実はこのトロピカルビーチのすぐ近くにあるコンベンションセンターで今日から開催されているイベントでございます。その名も沖縄ミネラルマルシェ展第3回ですね。こちらも3回目を迎えました。天然石や鉱物、隕石、化石などの展示即売会となっておりまして、こちらが業者の方ではなく一般の方に向けたイベントとなっています。幅広く、そして気兼ねなくミネラル業界を楽しんでいただきたいといった趣旨で開催されています。中にはこのもちろん100円からパワーストーンであったり天然石を販売していたり、あとは体験コーナーなどもあるそうです。そしてお買い上げ3000円以上のお客様先着100名様にプラチナダイヤモンドペンダントのプレゼントもあるそうで、プラチナダイヤモンドペンダント、はい、すごいですよね。すごいですね。うん、先着100名様いいな、はい、こういうので、この同時開催でキュンキラフェスっていうのがやってるらしくて、はい、これが県内で活躍されているセラピストさんが集って、こういうなんていうんですかね、このヒーリングとかリフレッシュするためのワークショップというか、まあ、ブースがいろいろあるそうで、はい、はい、いろいろ楽しめるそうです。でその中に飲食ブースであったり、また物販もあるそうなので、こういうリラクゼーションのグッズなども買うことができるんですね、はい、これが5月11日本日金曜日から明日12日、あさって13日の3日間開催されます。時間が金曜日、本日がこのあと7時まで、うん、土曜日が朝の11時から夜の7時まで、うん、日曜日が朝の11時から夕方5時までとなっています。最後の日曜日がちょっと早めに終わるんですね、はい、そうですね、うん、はい、皆さんご注意くださいね、はい、このミネラルマルシェ展全国で開催されているようで、はい、宇都宮とか埼玉、また東京であったり各地であるイベントになっているそうなので、沖縄で開催されるのも結構貴重というかなものになるんじゃないでしょうか、うん、機会があればもうリフレッシュされたいとかセラピストの方なのでね、何か運気が上がることが、なんていうんですか、情報とかもらえるかもしれないので、アドバイスがいろいろあるかもしれませんね、はい、うん、結婚と絡めてもいい出会いを求めていくのもいかがでしょうか、はい、僕が一番求めてるものですね、はいはい、ぜひこの土日行けたら行ってみてください、キャンさんも行きたいな、はい、以上私のコーナーでした。コメントもめっちゃ来とる、ありがとうございます。ああ、結婚式の二次会で出会いましたって人が結婚し始めるようになってくるよねって。ああ、そう、出会いが結婚式って多いですよね。結構ありますよね。そっか、いつも気合い入れていくんだけどな、だから避けられるんだろうな気合が見えるのが余興でいつも目立ちすぎるからな、はい、この話しましょうあと10分くらいですよね。曲も流します。あ、そっか、情報あれがありますね。情報から先に行けましょう、うん、はい、
めいちゃんさんのリクエストもう一回確認して。あ、はい。あります？ちょっと探しておきましょう、うん、はい、あのいつもと SD カードが違うんで。あ、はい、じゃあ結構ですね。はい、ということで FM ギノワンの情報発信コーナー、はい、行きたいと思います、はい、ちょっと BGM を準備したいと思います、はい、間違えました。いやーねー、はい、FM ギノワンからもたくさんニュースがありますからね。タイトルがついてたんで、はい、あ、これ使ったらいいのかなと思ったら全然違うやつ、はい、多分あれですよ、ジングルですよね。はい、はい、ということで、こちらからお知らせしたいと思います、はいはい、ソニードギター合奏団、第11回定期演奏会ですね。先週もお伝えしましたけど、こちら、5月13日日曜日の、名護市民会館での、演奏会、はい、それと那覇パレット市民劇場での、5月17日木曜日の演奏会、はい、入場無料となっております、はい、まず名護市民会館でのですね、5月13日の、公演がですね、午後2時開場、午後2時30分開演、はい、そして那覇での、公演がですね、午後5時45分開場の、はい、午後6時30分開演ということで、うん、はい、ソニード、ギター合奏団はですね、県内のアマチュアクラシックギター合奏団として唯一本格的な活動をしている、団体でございます。そして県内在住のですね、ギター愛好家が毎週火曜日に浦添市中央公民館に集い、クラシックギターの演奏を楽しみながら技術向上を、切磋琢磨に取り組んでますね、はい、ということでこちらの公演ですね、入場無料ということで、有名なですね、カノンなどの演奏があるということで、はい、うんうん、カノンはご存知ですか？カノンは分かりました、先週チェックしました、はい、はい、ということで、はい、カノンとかですね、はい、あとアルハンブラの思い出、リベルタンゴ、二つギター、はい、365日の紙飛行機、はい、エスパニアカーニということで、はい、皆さん一つぐらいは知ってる項目があると思いますけど、うこういった演奏項目を、予定しておりますので、はい、ぜひぜひ、クラシックが好きな方、うん、ギターが好きな方、音楽大好きだけど、僕もやってみたいけどとか、はい、ね、うんうん、まあ、みんながどんな活動してるのか見たいなという方とか、はい、興味のある皆さんぜひですね、はい、名護と那覇両方、うん、まあね、南部北部やりますので両方行くんです、はい、両方や、うん、両方ありますのでね、はい、沖縄全県から行けると思いますので、そうですね、ぜひぜひお楽しみいただければと思っております。はい、はい、でもう一つお知らせがありますね、はい、はい、こちらですね、ときめく情熱ダンサーセラピーということで受講生を募集しますというお知らせですね、はい、はい、音楽に乗せてエクササイズ感覚で楽しめる、米国公認カイロプラクター監修オリジナルセラピーですという、ほう、ということはこれ健康にもつながるということですね。そうですね、うん、はい、FM ギノワン毎週水曜日11時半放送のメンズ革命パーソナリティの星美幸マリアさんが講師を務めますと、おお、面白そうですね、はい、日時なんですけど5月20日日曜日、それと5月27日日曜日の、はい、2日間ありますね、はい、そうですね、で各10時、うんうん、朝の10時から、お昼の12時半までということ で場所がですね、那覇市緑化センター、はい、料金がですね2500円ということで、うーん、 T セット付きということで、おー、 T セット付きっていいですね、おしゃれですね、おしゃれですね、うん、体を動かした後に、はい、美味しい紅茶をいただきながら、うんうん、おしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。うん、
お問い合わせ先はですね090-1557-1468、はい、もう一度言います、はい、お問い合わせ先が090-1557-1468、はい、ということで、はい、皆さんぜひぜひ興味のある皆さんね、楽しそうですね、はい、エクササイズ感覚っていいですねということなので、はい、ぜひお楽しみいただければと思いますので、はい、どうか、うんうん、はい、お問い合わせいただければと思います、はい、以上 FM ギノワンからのお知らせでした。さて、はい、トークコーナーですね、はい、今週のテーマは結婚式です。はい、はい、でこのツイキャスでもコメントたくさんいただいているんですが、はい、すごいたくさん本当に来てて、さっき気になったのが、あ、この結婚式の二次会で出会いましたって人が結婚し始めるようになってくるねっていう婚活先生からのコメントが届いてまして。そうなんですよ、はい、二次会という場所は、はい、もうここそこが出会いの場になりつつありますよね。まあお見合いに近いですからねなんかやっぱり知り合い同士が紹介し合って、はい、知り合えるって安心感がありますからね。知り合いっていう安心感がじゃあそうさせるんですかね。だと思いますよ。なるほど。なんやかんだでなんかナンパはダメじゃないですか、うん、はい、なんか今の現代のこの若者にとって、いやでもまあそっか、なんかハードル高いじゃないですか。ハードル、時代は草食男子ですからね。そうですねなので、あ、安心感のあるやはり出会いを求めると、はい、なんかそういう場所に行き着くんでしょうかね。でもナンパって聞くと、もうそれこそこの今生放送してるビーチでなんかナンパとかよく聞くような気がしますけど。でもあんま見たことないんですよ。ない、まあ見たことはないですけど、はい、どうなんですかね。そうですね、こういうところだとやっぱほら開放的になるじゃないですか。まあ確かに開放的にはなりますけどね、はい、だからちょっと声かけやすくもなるんじゃないですか。はい、一応ですよ、はい、あのナンパをしている風の動画を撮るために、はい、アメリカンビレッジでお声かけをしたことがあります。アメリカンビレッジで、はい、なんか余興ビデオで、はい、まあ、自分ともう一人がキャラクターになって扮して、はい、プロモーションビデオっぽい撮影をしてたんですよ、で自分たちは振られる、はい、で逆になんか他の同級生が、はい、声かけたら成功する、でそれを後ろでこう悲願でる映像を撮るために2組ぐらい声かけて、はい、本土のお姉さん方に、実際に声かけたんですか。声かけて、マジ新手なナンパだなっては思ったんですけど、ですよね、まあ、僕らは声かけきれなかったんで、はい、慣れてる人たちに任せて、慣れてる人がやるんですね、はい、いやすごいなと思いましたね。そう、もう相手の方どう思ったんでしょうね。いやもう心よく一応引き受けてくれましたよ。おお、だからうまいんですよ話術は。ああ、じゃあやっぱ慣れてる人は違うんですねだからまあ既婚者ですからね。あ、既婚者がやったんです。既婚者がやってましたからね。ああすごい。ということで、あ、はい、もうこんな時間ですね。はい、あっという間に、あっという間に54分、最後の曲探す時間がなかったなということで、はい、残念ながら、はい、はい、このままこの BGM で終わりそうですけど、さあ皆さん結婚についてお話ししてきましたが、はい、いかがだったでしょうか。この結婚に対してちょっとマイナスなイメージだった方とかも、ちょっとこの放送でプラスになるかは分からないんですけどいやね、まあ、はい、プラスになるんであれば、まあ、次のおしゃれな、ね、はいはい、ムービングウェーブを聞いていただいて、ね、気持ちを高めていただければね、はい、もしかしたらここで出会いがあるかもしれないですしね、はい、そうです、皆さん、はい、この後6時からはムービングウェーブという音楽番組をお届けしていきます。ぜひお楽しみください。はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで金曜サザンブリーズ、今週は FM ギノワンまなみんと、私ミキサーのキャンがお届けしました、はい、ではまた来週、さようなら。